どうも、カイトです。今回ですけど、明大前にあの有名店が新しくできたということで行ってきました。それではどうぞ。明大前駅から全力疾走で10秒くらいのところにあるラーメン高の目明大前店さんに行ってきました。ラーメン高の目さんは埼玉県を中心に二郎系ラーメンを展開しているお店で、明大前店は9月14日にオープンしたばかりの新しいお店です。オープン直後にもかかわらず、明大生と思われる若者からこれまで数々の二郎系ラーメンを食べてきたと思われる猛者たちも多数来店しており、お店の前には行列ができていました。本日はどんなラーメンが食べられるのか、それでは早速行ってみよう。こちらがラーメン高の目さんのメニューです。今回はラーメン小と豚玉をプッシュしました。いつも通り卓上の調味料をチェックしているとやってきました。こちらがラーメン小豚玉トッピングです。コールはニンニク油唐揚げでお願いしました。まず目に入るのは分厚い豚。これは期待できるぞということでいただきます。まずはスープから。程よく油が溶けた美乳化のスープに甘じょっぱい醤油の味がプラスされており、何か一つが前面に出た尖ったスープではなく全体的にマイルドな印象。マイルドでありながらインパクトはしっかりある。オープン直後にもかかわらずこのクオリティ、鷹の目さんさすがやなぁと感じながら、しっかり茹でられてクタッとした食感の野菜を食らったところで天地返し。麺はやや固めに仕上げられており、二郎系の中ではわしわし感はそこまで強くない印象。小麦の香りがしっかり伝わる麺は噛み応えがあり、ラーメン小でも十分なボリューム。わしわし感が強すぎないことで二郎系初心者の方にもおすすめしやすい麺でした。お次は豚。食べる前から価値確定のとろ豚は大きさ分厚さともかなりのボリューム。一口食らうと豚の中心部までとにかく味が染み込んでおり柔らかい。とろっとろの豚の一口目のインパクトは凄まじく、豚をトッピングしておいてよかったなということで、唐揚げのカリカリ感が残ったうちに麺と一緒に食らっていく。唐揚げのカリカリ感と麺のもっちりした食感が口の中で合わさり合い、これはうまい。唐揚げのピリッとした辛さもいいアクセントになっており、この唐揚げスーパーで売ってくれないかなと考えながら、中盤になり卓上にあったブラックペッパーで味変をし、比較的マイルドだったスープがキリッと締まり、緊張感が走る。電車の中で突然可愛い子が隣の席に座ってきた時の緊張感を思い出しながら、麺や豚を食らったところで味玉の登場です。固めに仕上げられた味玉はゆで卵に近い硬さで、味付けは麺つゆを使ったような和風な感じ。油のうまさで食わせてくるスープや豚と違ってあっさりした味付けが特徴でした。後半になり麺と野菜スープも食らって大変美味しくいただきました。いかがでしたでしょうか。ラーメン高の目さん、オープンから間もない期間でありながら抜群に美味しいラーメンとオペレーションの良さなどから、今後明大前を代表するお店になっていくのではないでしょうか。特に豚は絶品で、分厚くて大きい豚でありながら中の中まで味が染み込んでおり、とても美味しかったです。スープや麺も癖がなく、二郎系ラーメンをあまり食べたことのない方にもまずは入門編としておすすめしたいお店の一つでした。このチャンネルでは全国の美味しいラーメンを皆様に紹介していきます。まずはチャンネル登録者数100人を目指して頑張っているので、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。